おはようございます。和眼瀬の影やんです。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。今日も、引き続き、鈴鹿さんにゲストに来ていただいております。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。まあいろいろとねこうお話こうずっと聞かせていただいてるんですけども、そのいろいろね今こう演出とか作ったりとかいろいろされてるんですけども、その将来的というかその夢というかね、こうこれをこう成し遂げたいというかそういうものっていうのは鈴鹿さんの中にこういろいろあるんでしょうかね。一つじゃなくても結構ですけども。そうですね、うん、ちょっとまあ諦めていたというか、うんうん、作品が、うん、まあ夢がある作品があるんです、うん、でもちょっと無理かなとか思ってね、うんうん、思ってたんですが、はい、うん、でも今年ね、はい、このまあコロナ禍ではあるんですが、うん、その立冬演技祭を1月18日にやることで、うん、作品作ってるうちに、うん、これってできるかもって思えるようになってきた作品があるんです、はい、でそれはですね、うんうん、滋賀県を舞台にしましたね、うん、皆さんもよくご存知の近松門左衛門を書きましたね、うんうん、それは鈴鹿さんが作られた作品ですよね。そうなんです、はい、これもねちょっと、あるところへ、うん、出したんです、うん、募集作品として、うん、はい、応募したんですが、はい、なかなかねいいところまで行ってますし、うん、要するに、はい、うん、滋賀県にひょっとしたらっていうか、ひょっとしたら、うん、近松門左衛門が、うん、もう本当に1年ぐらいの間なんですが、はい、大津市のあるところに、はい、滞在してるたんじゃないかと。ああ、なるほど。というね、うん、はい、まあ、一時的な住まいみたいな感じですが、うん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 、それを、うん、ちょっといろいろイメージして書き上げた作品なんですよ。その滋賀県近松門左衛門がまあまあ、大阪でしたっけ、神戸でしたっけ、尼崎にいて滋賀県にまあ全然可能性としてはありますもんね、滋賀県やったね。そうなんですよ。尼崎で、はい、その時1年ぐらい住んでたんじゃないかと思われるその、はい、まあ、成果というかその時の近松門左衛門をイメージして描かれた作品になりますかね、はい、で、この作品は、うん、まあひょっとしたら滋賀の子供たち、うん、小学生たち中学生もそうなんですけど、うん、はい、学生さんたちにも見てもらえたらなっていうような、うんうん、気持ちで書きました、うん、こういうことが本当にあってあったんかな、うんうん、あったらいいなっていうような、いいなっていうような感じの、うん、あったと思います、うんうん、でも、うんうん、私はやん、うんうん、ね、うんうん、で、その場所も詳しくこの作品の中に出てくるんですけれど、うんうん、結構ねやっぱり時代ですか、うん、時代ものですからね、近松門左衛門、江戸のね、はい、時代かけての作品ですので、うん、はい、なかなか難しいです、うん、舞台的、まあ、作っていく、うん、舞台を作るにしても、うん、役者にしても、うん、すごくたくさんの役者が出ますし、たくさん必要なんですね、はい、キャストがね、うん、で扮装衣装ですね、うん、にしても頭ですか、うん、まあ一般に私たちが言うズラ、うん、ズラっていうものね、うん、使用しなきゃいけないし、うん、とてもお金のかかりそうな、うん、そんなよくお笑いで作ったようなね、うん、買った紙か段ボールかなんか貼り合わせて作ったような、うん、なんでしたんじゃお笑いの芝居になっちゃうし、うん、なるほど、ちょっとシリアスな、うん、ははは、歴史的芝居って言っていいかな、なるほどね、うん、そういう作品ですので、うん、まあやはりこう応援して、うん、くださる方や、うん、まあそういう方が多くないと、うん、多分できない難しいんですが、うんうんうん、ぜひでもなんとかして、うん、上演にできるようにしたいっていうのが私の今の夢です。夢ですか、はい、だから鈴鹿さんのまあ言ったらこう集大成的な感じですかね、もう夢っていうより実現させるように、うん、こう考えて
進めていきたいなっていうふうに考えてます。それはだからその買いつぶりにこだわるということじゃないということですね。どうなんですかね、うん、そうですね、うん、ですけどやはり私が、ね、うん、海育てた劇団ですので、うん、やはり主に置いて、うん、そしてもちろんね中心にはあってっていうことですね、うんうんうん、ということですね。中心にあるけども、はい、そのまあ広く募集してそのキャストさんとか、そうしないとできないし、でキャストさんだけじゃなく裏方さんもね、裏方もそうですし、まあできればね、うん、市とか県とかに支援していただいてやりたい作品ですけどね。なるほどね、はい、その昔やったねその滋賀会館があったんで、それでこう協力をしてくれる、もう全面的にね協力してくれはる状態やったんで、よかったんですけども、滋賀会館自体が今ないんでね、そういうところがあればいいんですけども、今こういうと滋賀県でそういう箱でいうとどこになりますかね。琵琶湖ホールなんですか。琵琶湖ホールになるんでしょうかね。ほほほほ、うん、琵琶湖ホールの人が聞いてくれたったら、なんかそのそう、ね、言ってくれはったらこういいんかなと思うんですけども、はい、あね、まあ、来年再来年とかいうふうになってくると、うん、コロナも落ち着いてきてください、ね、ね、うん、なってるとねっていう感じですけどね、うん、その辺がこうまあ一般的にこう開放的になったところで動き出して、そこまでそれまでにちょっと準備しておいて、そうですね、そこから動き出してっていうともうちょっと ね、 あ、ね、ね、年数かかるかなという感じですね。そうですね、うんうん、はい、なるほど、はい、そうですね、まあ琵琶湖ホールだけじゃなくても大津市民ホールとかいろいろね、あの、そうやね、あそこもありますね、草津のあの刑事バイパスの、 あの、うん、あっこもありますよね、はいはい、名前はちょっとクレア、今はクレアホールになってますけれど、で例えばこうアミカとかね、草津のアミカとかいろいろ、まあ考えたらいろいろありますね、ありますね、でその辺にこうアプローチしていってこう何かね協力してくれはるようなとこが出てきて、プラス募集ですよね、そうですね、その辺をこうしていってっていうことになりますね、はい、そうですね、ぜひとも実行したい、なるほど、夢ですね、はい、一応それタイトルはもう決まって決まってるということで、今現在題名はね、題名は芽吹く、はい、芽が吹く、要するに、はい、近松門左衛門が、うんうん、まだ近松門左衛門という名前になる前、演劇へ、の道へ入っていく寸前ぐらいですかね、うんうん、あ、目覚めるところですわ、あ、一番面白い感じのところですね、そうですね、そのはい、でまあ副題としてここに近松はいたという、うん、そういう副題つけたいかな、なるほど、はい、滋賀のここにいたんだよっていうことを言いたいかなっていう、うん、なるほど、近松は滋賀にも住んでいたみたいなね、はいはいはい、こうタイトルでね、うん、はい、こうやっていくと、そうですね、これはでも県とかねその辺がこうしっかりこう提案ねしていけば、そうですね、どこまでこう文化的なことをこう、あの知事さんがね、うん、こう指示しはるか分かんないですけどもちょっとそういうのでねこうちょっと大きな夢でしょそうですね、それで動いていって、うん、もちろんそういう協力がないとなかなかね、その金銭的にもすごいねかかってくることやから、そのバックアップは、ね、そういうプロジェクトっていうことでね、うんうん、できていくといいなというふうに思ってます、うん、だから文化的なことにこう日本っていうのはあまりお金を使わないですけども、そうですね、その辺がこう、うん、まあ県知事とかねその辺がこうそういうところを意識してもらうと ね、 ね、声がそこまあそこまで伝わるかどうかもありますね、途中で止められたりもあるかもしれないですが、しっかり伝わった時にどう動いてくれるかなっていうようなね、まあ、ところ常にね、うん、新しい形、うん、っていうものは、うん、はいはい、あの頭に置いてます、うんうん、はい、なるほど、わかりました、ぜひそれはね、やっていただきたいなと僕なんかは思いますけども、うん、では、長い間ね、来ていただいてありがとうございました、はい、またほんで、ほんまですね、また やりたいですね、またやりましょうということでありがとうございました、どうもありがとうございました、失礼します。